スタネット村だ。あいつに教えてやろう。もしもし。俺だ。お前の探していたカスタネット村を見つけたぞ。天下一通りのゲートのすぐ近くだ。なんと、そんな分かりやすいところに。ありがとうございます。助かります。これで3件全部だな。はい、本当に助かりました。気にするな。それでは失礼いたします。ありがとうございました。さ、行くか。ありがとうございました。あんたが主演名だな。ですけど、少し話がしたいんだが。その前にこいつらをおとなしくさせなきゃならねえみたいだな。キリュってもんだ。私を通せる気？あなた日本のヤクザでしょ。私関係ないよ。あんたをどうこうしようってんじゃない。ちゃんの居所を知りたいだけだ。教えてくれ、ちゃんはどこにいる？ちゃんさんなら今喫茶アルプスにいると思う。喫茶アルプス？私が喋ったと言わないで。バレたら私ちゃんに殺されるよ。ああ、分かってる。安心しろ。ちゃんはもうすぐこの町から消えることになる。ちゃんは喫茶アルプスだ。そろそろ蹴りをつけてやる。
せ。お前がちゃんだな。やっとお会いできましたな、キリュウさん。俺がここに来ると分かってたのか。まあね。だが思ったよりずっと早くこの私にたどり着いた。私は初めから逃げ隠れする気はない。なら最初からお前が直接俺に会いに来りゃよかった。関係ねえもんまで巻き込む必要はなかったんじゃねえのか。お楽しみを私独り占めでは部下がかわいそうなんでね。中国からはるばる来たんだろ。俺の首が欲しければいつでも来い。何度でも相手になってやる。だがまた他の人間を巻き込むようなら次はねえぞ。
もう用事は済んだのか。うん。でも久しぶりのカムロ町だから、またおじさんに何かあったのかと思って心配してたんだよ。ここは何年経っても変わらねえ。いつものカムロ町だな。さすがだね。もう行くのか。また顔見せに来てよ。